はい、まずは小型ハグラの異名を持ちますサウスポーフレディノートからご紹介しましょう。アメリカミズーリ州セントルイス出身の27歳、アマチュアで86勝4敗の成績を収め89年にプロデビュー、92年には現在 IBF 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、あのブヤニブングに8回判定勝ちしています。現在ランキングは WBA で3位、世界を狙うには印象に残る試合をしたいところです。戦績は28戦27勝1引き分け、27勝のうち17の KO 勝ちがあります。一方こちらは豊富なキャリアを誇りますベテランベニト・ロドリゲスです。メキシコレイノサ出身の31歳、87年にプロデビュー、93年にはシュガーベビーロハスの持つ IBF インターコンチネンタルフェザー級タイトルに挑戦しますが12回判定負け、そして昨年9月にはラダフォード・ビーズリーとクーイの IBO 世界フェザー級タイトルを争いますが12回判定負けしています。タフネスが売り物のファイタータイプ、今日は地元でアメリカのホークと対戦いたします。戦績は50戦26勝22敗2引き分け、26勝のうち17の KO 勝ちがあります。はい、フレディ・ノーウッドなんですが、これランキングは3位なんですが、ジョーさん、これかなり注目されてるらしいですね。アメリカでタツヨシ選手の試合の時ですかね、はい、トップランクジムで練習してまして、私じっくりこの選手見せてもらいました。実際にどうだったんですか。はい、確かにうまいですね。で、まあ、私ルイスト小泉の、まあ、マネージャーなんですけど、ルイストが4月の18日ロンドンでやった後、次アメリカで防衛戦する時の、はい、まあ、今のところ第一候補ケビン・ケリーなんですけど、第二候補これフレッド・ノーウッドなんですね。あ、そうなんですか。はい、だからそういう因縁もありますね。ははじゃあちょっとだいぶこう注目してご覧いただきたいと思いますが、さて浜田さん、はい、そういった、まあ、この両者ですけれども、どの辺に注目してこの試合はご覧になりますか。まあ、いずれにしろこの選手は世界挑戦やりそうな雰囲気がありますよね。まあ、あとルイスト・コイズンとやるとなると、まあ、どっか欠点ちょっと見てみたいなというふうに思いますね。うん、そうですね。さあ、評判の選手が出てまいります。早速ご覧いただきたいと思います。フレディ・ノーウッドとベニト・ロドリゲスが対戦します。フェザー級のこれノンタイトル10回戦、試合はですね、昨年の12月12日メキシコのティファナで行われています。どうぞ。フェザー級ノンタイトル10回戦です。注目株フレディ・ノーウッドが登場してまいります。相手は31歳ベテランのベニト・ロドリゲスであります。こちらがフレディ・ノーウッド。身長は165センチ、そしてこちらがベニト・ロドリゲス、メキシカンです。ベニト・ロドリゲスがコールされました。Undefeated in 28 professional bouts with 27 wins, 1 draw, 17 wins by knockout at 123 pounds from St. Louis, Missouri, fighting out of Las Vegas, Nevada, ranked number 3 by the WBC, the man they call Little Hagler, Freddie Norwood.まあ、ニックネームリル・ハグラーって呼ばれましたけど、はい、本当にもうハグラーに似てます ね。いや、練習見るともう本当ハグラーのミニチュア版っていう感じしました。あ、これトランクするまでこれハグラーって入ってますね、背中のところ。はい、ご覧のようなルールで行われます。 WBC ルールです。スリーナックダウンルールは適用ありませんね。1ラウンド3ラウンドダウンしてもノックアウトになりません。はい、でスタンディングカウントありません。偶然のバッティングがあった場合にはですね、4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降は採点ですね。はい、はい、さあ見てください、ドン・カリーがセコンドについてますね。元世界ウェルター級チャンピオン。あ、画面から消えてしまいました。はい、また出てきたら、はい、改めてご紹介しましょう。フレディ・ノーウッド、さあどういった試合を見せてくれますか。サウスポーです。赤のトランクスがフレディ・ノーウッド、この人が注目株です。そして白のトランクスがメキシカンのベニト・ロドリゲス。こちらはベテラン31歳になっています。51戦目というベテラン、白のトランクス、ロドリゲス。
確かに浜田さん、はい、ハグラーを彷彿させますね、これね。いや、後ろから見ると分からないですね。まあ、前から見ても本当に、顔は似てますね。まあ、サイズは違いますけれども、本当にこれだけ切り出したら、写真に撮って出してましたら、ちょっと勘違いするような、そんな感じさえあります。あと、ボクシングが似てれば抜群でしょうね。いや、ボクシングもこれから見ていただくと分かりますけど、似てるんですよね。ただ一つ欠点はパンチが軽いんですよ。ああ、そうですか。これラウンド数字はちょっと間違ってますね。始まったばかりです。ボディを打ちに来ました。サウスポースタイルです。フレディ・ノーウッド。まあ、体つきなんですけど、ラスベガスで見たとき、これでフェザー級なのかなと思うぐらい小さかったですね。ああ、そうですか。だからアメリカの選手なんかやっぱりその減量幅がその小さいんですね。なるほどね。だからそのウェイトあんまり無理しませんから、ね、ちょっと小柄ですね。ちなみにこの試合の計量が123パウンドですから 55.79 キロ。一方のロドリゲスは126パウンド、こちらは 57.15 キロです。パンチを今重ねました。続きましたけれども、まだね、本調子というか思い切り打ってませんけれども、28戦27勝 17KO、 1分けです。負けはありません。タイトル戦ではありますが、ぜひともこれはチェックしておきたい試合であります。軽く右のクロスを持ってきました。移動させます。フレディ・ノーウッド。浜田さん、こう、はい、サウスポー的観点から言いますと、このフレディ・ノーウッドはどう見えますか。まあ、サウスポーの基本に忠実なボクシングを今のところやってますね。具体的に言いますと、どういうボクシングですか。具体的な、上半身を柔らかく、そして右回りをしながら、はい、右構えの選手の右が打ちにくいところに常に回ってますよね。そういうところは基本に忠実に回ってますね。ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。フェザー級のノンタイトル戦お伝えしています。赤のトランクスが注目のノーウッドであります。まずですね、このラウンド非常に難しいラウンドなので、先に採点基準申し上げたいと思います、ね。はい、まず有効なクリーンヒット、これは大事ですね。どれだけ相手にダメージを与えたか。で、2番目がその構成ですね。前出て相手攻めること、これは格闘競技ですからやっぱり攻めることは大事ですね。その次防御技術、そしてリングジェネラルシップっていうんですけど、ペース支配なんですね。はい、このラウンドお互い有効ではないんですけれど、上の基準から順番に考えていくと、ややこの、ノードの方がペースを支配してました。だから10対9でノードのポイントですね。はい、そしてちなみに、ダウンが1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、そういう採点基準ですね。はいはい、こちらはメキシコのベニト・ロドリゲス、170センチです。50戦して26勝22敗、17KO、 2つの引き分けがあります。まあ、慎重なボクサーでキャリアは豊富です。先ほどの採点基準にちょっと関連するんですけれど、お互いパンチを出してない間合いですね、はい、そういう時にペースを支配しているように見せかける、それはプレッシャーなんですよ、うん、前出て相手を威圧していると、自分のペースに駆け引きで巻き込んでると、そういうふうに見せられるとですね、どちらともつけられないラウンドは自分に来るんですよ。うまい選手とか強い選手というのはそういうポイントを取り方できますね。そういうふうに見せることができるわけですね。天井からのカメラです。アッパーを突き上げてダブルでいきました。その後右をフォローしていきます。これは足のポジションがよくわかりますね。これはね、じゃあそれと距離がわかりますよね、はい、そうですね。ちょっとバランスですね。頭の位置がですね、その重心軸、軸に対してどのあたりにあるかっていうのを上から見るとよくわかりますね。前へ伸びる選手っていうのは前足より前に頭がきます。だからバッティングが多いんですね。東洋の選手はバランスがどうも前へかかりすぎですよね。大きく右を軽ぶったところ、左を合わせていきました。フレディ・ノーウッド。
浜田さん、はい、先ほどノーウッドには付いては聞きましたけれども、白のトランクスのロドリゲスについてはどうですか、印象は。成功法ですね。成功法、はい、ですから特徴的にはまあ、まだラウンド数は短いんですけど、頑張る選手という感じしますよね。頑張る選手、あ、なるほど。というのはあの特徴的には本当に、常に何ていうんですかね、あのごまかしがなくてですね、一生懸命まめに頑張ると。なるほど。これ、まあ、派手さはないんですけどね、キャリアその戦績からもそれがなんか感じ取れるような戦績です。26勝して22敗です。 17KO2 つの分け、頑張る選手という感じ。かなりパンチの数が増えてきました、ノーウッド。まあ、アメリカでクラブファイターっていう言葉があるんですね。まあ、アメリカパブリックジム、みんな一緒にこうして練習しますね。で、まあ、プロモーター、マッチメーカーがこうして相手選ぶとき、まあ、そこら辺で練習してる、クラブで練習してる、お前試合やっかっていう風な感じでですね、声かける、はい。まあ、要するに、まあ、実力もそのステータスも中堅選手、そういう感じがこれベニト・ロドリゲスしますね。あーはーはー。第2ラウンド終了です。このラウンドは前半相手をですねロープで詰めて、そのダブルのパンチって高柳さん指摘されたあのシーンがありましたね。だからあの有効打はノウドの方が多かったと思います。10対9です。はい、通してみますとやっぱり浜田さん、はい、そのパンチ力それほど重たいパンチはまだ出していないのか。ですね、このボクシングスタイルだとほとんどが今の打ち方になると思いますね。この選手は当てることはうまいですよ。それで力まずに何発でも空いてるところを見つけて手が出ますね。まあ、ただやっぱり一発の決め手ということはまだ1ラウンド2ラウンド見た限りでは見当たらないですけどね。はい、左のストレートを持っていっていたフレディ・ノーウッドです。第3ラウンド、まあ、当てるのがうまいと言いましたけど、体が柔らかいんで避けるのもうまいですね、この選手は。あ、体は柔らかいですか。柔らかいですね。あ、トランクスにまでこのハグラーの文字を入れています。本人もだいぶ意識はしているんでしょう。フレディ・ノーウッド尊敬してるんでしょうね。このノーウッドのですね、そのどうですか、生い立ちっていうのは面白いんですね。はい、子供であんまりその不良少年悪ガキだったんですね。お母さんが養子に出したんですね。お、その養子の先がですねボクシングのジムのオーナーなんです。だから必然的にそのボクシングするようになりまして、それでアマチュアで90戦86勝4敗なんですね。あ、そうなんですか。あ、ご覧のようにパーセンテージはノーウッドですね、パンチの数も随分違います。83発に対して30発。ただ軽いんですよね、パンチが。養子に行った先でこのボクシングを覚えました、フレディ・ノーウッド。そこでですね、養子先で養子やるぞってそれで頑張り出したんですね。あ、それが今のこのポジションですね。はい、WBA のランキングで3位です。赤のトランクス、フレディ・ノーウッド、右を持ってきました。右への移動は変わりありません。右の高、左ボディブロー。まあ、本当によく相手の空いたところを見てますよね。今なんかの右アッパーもタイミングは抜群ですよ。ありましたね。まあ、ルイストの仮想敵ですからね、仮想の敵ですから、ちょっと荒探し的なコメントが多くなるかもしれませんけど、どうもスケールが小さいんですね。そうですね。どうもショートのパンチ、コンパクトにコツンコツンと当てるパンチはうまいんですけど、ぐいっと踏み込んでですね、はい、振り切るパンチっていうのはちょっとないですね。小さなパンチを当てていきます。
確かにあのスケールの面で言ったらあのルイスとはクラスが違うような浜さん感じさえありますよね。そうですね、あの体もやっぱ小さく感じますね。それで距離をじわりじわり詰める選手ですね。だから長い距離から飛び込んで、踏み込んで打つタイプではないですね。第3ラウンド終えました。まあ、このラウンドポイントはやはりノウドですね。まあ、コンパクトにコツンコツンパンチ当ててますからね、はい。まあ、国人の数自身が違いますね。まあ、その各々パンチはそれほど強くはないんですけど、ラウンドトータルしてみると有効な国人っていうのはノウドの方が上ですね。こちらがノーウッドです。身長が165センチ、まあ、基本的にこの小柄なんですね。そうですね、ルイスは170超えてますからね。そうですね、ルイスは172あるんですよ、はい。ところが背筋が発達しててものすごい猫背なんですね。だからぐーっと背中伸ばしてやると170、で普段ちょっと本当猫背、そうすると170ぐらいね。あ、先ほどの話のドンカリーです。ドンカリーですね。ウェルター級ですよね、統一したのは。強かったですよね。ミルトン・マックローリーを本当に2ラウンドでノックアウトした時は素晴らしかったですね。ただその後がですね、レナードをその次ぐスーパースターになるかと思ったその後がですね、結構打たれもろさを暴露してミルトン、マイク・マッカラムとかですね、メルドリック・テイラーに負けたりしましたよね。ドン・カリーはこの試合からノーウッドについたという情報です。まあ、ラスベガスではドン・カリー自身も練習してましたけどね、はい。まだ完全に引退したっていう格好ではないのかもしれませんね。だけどもうやらないと思いますね。あ、今じっと見ています。このようにもう完璧に、本腰入れてなんかセコンドについてますからね。そうですね、そうなんでしょうね。まあ、アメリカボクシング界はちょっとやそっとることが起こっても不思議ではないんですけれども、こういった姿勢を見ますと本腰を入れ始めたような気もします。第4ラウンド、浜田さんの次の次の、WBC のジュニアウェルターのチャンピオン、ロジャー・メイウェザー、はい。彼ももう引退して今その甥っ子の、フレッド・メイウェザーあのジュニア今見てますね。ああ、そうですか。ボディにストレートを放ってきました、ベニト・ロドリゲス。プロデビューが87年です。ただハグラーに比べてジャブが少ないですね。ちょっとハグラーの場合は右が良かったですね。浜田さんが見たところ、はい、まあ、せっかくですが比べてみたいと思いますが、ハグラーと一番違うようなところはどの辺が違うと思います？まあ、ただハグラーと比べるのはやっぱかわいそうと思いますけどね。まだそのぐらいですか。ただやっぱり世界ランカーの力はやっぱりあるなという感じがしますよ。まあ、怖さはそんなにまだ感じられないんですけどね、本当にバランスの良さ、そしてスムーズに手が出ますね。だから力んでないからこれだけ出ることはあるんですけどね。じゃあここまで見ててですね、何が武器だ、どのパンチが怖いって言った、どのパンチもそれほど強くはないですね。ただ全体的にその左ストレートも脇腹右フックで打つのも、まあ、ヒットはすると、はい、今の左アッパーもですね。お、ロブロー、ロブローですね、ロブローですね。注意だけですね。小さなフェイントを使ってボディを打ちに来ました。ボディです。あくまでボディか。アッパー。左フック。第4ラウンド終えました。うん、このラウンドいいボディブローありましたね、はい。相手にダメージ与えました。有効なクリーンヒットではやはりノウドの方が上ですね。10対9です。このスロー VTR に入る前にブーイングが聞かれましたけれども、この展開にちょっとお客さんがイライラし始めたようです。メキシコのティファナで行われています。メキシコのボクシング観戦というのはやっぱりこう熱くなるような感じがあるんですか、お客さんという傾向としまして。そうですね、だから、まあ、ラテン系の人たちっていうのはやっぱりボクシング
観戦に向いてますね。やっぱりあのメキシコ人の方はこう倒し倒されを好むんでしょうかね。それとまあどっちかの選手にかけたりしますからね。なるほどね、うん、余計その片方の方に応援したりですね。あはそしてメキシカン対他のまあナショナリティ国籍の選手だったら圧倒的にそのメキシコの選手を応援しますよね。あパンチの数が随分変わりましたね。3倍近くになりました。当然多いのがこのフレディ・ノーウッド。浜田さんペースがもうはっきりしましたね。まあ、一方的に近い状態ですね。あの、それで、一発大きいのを振るところちょっと見てみたいところもあるんですけどね、もうこの選手のスタイルから力むパンチは打たないでしょうね。このスタイルだと結構なラウンドいけると思いますよ。いけるというのはあの仮にやっぱり15ラウンドだったりしてもですね、今のスピードのまんまいけると思いますね。右のクロスを入れてきました。まあ、このフレディ・ノールドはですね、他の名のある選手っていうのはダリル・ピンクにですね、はい、これはジュニア・ジョーンズをノックアウトしたことあるんですね、番狂わせで、はい、これにも勝ってますし、うん、アガピト・サンチェス、こういうのもその破ってますね、はい、まあ堅実なテクニシャンという感じがしますね。それとサウスポーであるのがやはり得意性がありますから、相手がですねやっぱりサウスポー苦手じゃないですか。そこをうまくついてその勝っていってますね。現在はランキングでこそ3位ですが、先ほど言いましたアガピト・サンチェスに、勝ちまして、空位だった IBA というタイトルを取ってますね。米大陸のタイトルです、はい、私はトップランクジムでこのノード見たときにフットワークが悪いなと思ったんですね、はい、もっと滑るように動かないといけないのと、それから踏み込みが甘い、だからパンチがないんですね。バランスはいいですよ。ところがバランスを固定しすぎてですね、その体を回転してウェイトを乗せきってないんですよね。ミナップが左ブロックします。ロドリゲス反撃はできません。左入れました。まあ一発的になってきましたね。さあ追い詰めました。コーナーでさあダウンです。前のビリー膝をつきました。ベニト・ロドリゲスパンチを集められたところでたまらずダウン。今何が決定打になったんでしょうか。まあ最後はダウン取ったのは右フックなんですけどね、はい、それまでにやっぱり打たれてますからね。右フック一発で効いたというダウンではないんですけどね。そうですか、ノーウッドがダウンを取りました。まずポイントは10対8ですね。そして今のはタイムキーパーのミスですよ、はい、あそこでですねその立ち上がりましたね、はい、そこでレフリーがそのカウントを続行し続けるかどうか、それを見てゴング鳴らさないといけないのに、はいはい、あそこで鳴らしてしまいましたね。鳴りましたね。ゴングでは救われないという現行ルールにちょっと反してますね。だからレフリーがちょっとタイムキーパーにちょっと話しに行きましたよね。あーはーはー、おいダメじゃないかって言ったんじゃないかですかね。ノンタイトルだからいいようなもののみたいなことがあるかもしれませんが、まあ、ノンタイトルでもよくはありません。フェザー級ノンタイトル10回戦、これは最後入れたところですね。膝をつかせたところです。まあシーソーゲームだったら、あもっとセコンドからも文句があったでしょうね。当然あるでしょうね。それはね、ちょっと一方的です。第6ラウンド。それから余談なんですけど、例えばですね、そのこのラウンドでカウント続行して3分6秒になったとしますね、はい、そしたら次のトダウン、はい、すいません、次のあ今もうダウンですから、それ集中しましょう。カウントを入れています。あっとお立ちました。いや止めました、止めました。まあどっちかというと今のダウン戦意喪失ですね、ですね。まあこの22敗という負けの多さからしてもこういった選手なんでしょう。ベニト・ロドリゲス敗れました。フレディ・ノーウッド、ランキング3位ではありますが、メキシコ人を下しています。まあ、これがですね、ノードの勝ち方ですね、
軽いパンチでその急所をポン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 叩いていって、こういうタイプシャープシューターって言うんですね、うん、鋭い射撃手っていうシャープシューターっていう言葉があるんですけどね、そういうあの戦い方です。3分6秒だったらどうなるんですか。じゃあ休み時間はですね、はい、54秒か3分6秒から1分数えるか、そういう問題です。ああ、インターバルの時間がどうなるかですね、はい、これはその3分6秒でゴング鳴って次のゴングまではきちんと1分間なんです。1分は守られるわけだ、うん、だから、はい、ダウンがあってそのラウンドが延長していったりしていくとですね、終わりの時間がずれるんですよ。あ、なるほど、はあはあ、外国の放送なんかもうコンピューターで自動的にコマーシャルを放り込んだりするんですね、ところがボクシングでそういうことがあるとですねずれていくんですよ。あ、試合始まってるのにコマーシャルかぶってたりですね。水が下がっちゃうんですね、はい、6ラウンド43秒ですね。 TKO です。